はい、どうも、一応です。またこれやるんかいと、突っ込まれる覚悟でね、ちょっとやってみたいなと思います。今回はですね、ちょっと僕のチャレンジ企画というか、残機を一つも落とさずに、ちょっとどこまでいけるのかっていうのをやってみたいなと思います。はい。一応僕クリア実績あるんで、トラップ等もどこでどういう感じで仕掛けられてるとか頭に一応ねまだ入ってますから、それを踏まえた上で残機を失わずにどこまでいけるのかっていうね、ちょっとやってみたいなと思います。残機を失ったその瞬間にこの動画切ります、終わりますので、現段階ではね、長くなるか短くなるかちょっとわかんないんですけど、まあ、やってみたいなと思います。はい。どっから行きます？やっぱこいつだよな。あの、早めにこの人の武器欲しいんですよ。だから、こいつで行きます。まあ、フラッシュマンで行ってもいいんだけど、フラッシュマン、いい感取れるから、あのステージ。ボスも弱いし、フラッシュマンでもいいんだけど、まあ、先に武器取りに行く方を優先します。で、あくまでもチャレンジ企画っていうか、残機を失いたくないんで、もう E 缶はね、どんどん惜しみなく使っていこうかなと思ってます。ちょっとどこまでいけるかわかんないけど、もしかしたら長い動画になるかもしれないしね。もうその辺の穴に落ちて速攻終わっちゃうかもしれない。ちょっとどうなるかわかんないけど、お付き合いいただければなと思ってます。でね、今回は、そのチャレンジ企画っていうか、そういう趣旨のもとでやってますんで、動画切りません。はい。もう、一本の動画で終わらせます。2時間ぐらいかかるかもしれないし、もしかしたらね、ちょっとわかんないですけど、よいしょ。早い人だったら1時間もかからずクリアしちゃうんじゃないかな。ちょっとその辺も、僕のチャレンジというかね、どこまでできるかなと、このアクションゲーム下手くそな僕がどこまでいけるかっていうのをちょっとこうやってみたいなと思います。おいおいおい、ロックマン1では多分無理っすね。あれはもう難しすぎるんで、じゃあロックマン2は簡単なのかっていう話になるんだけど、まあ1に比べればね、だいぶ難易度は下がった気がします。それもあるんですけど、このロックマン2の音楽が本当素晴らしくて、このゲーム本当大好きで、だからまああえてロックマン3行く前にね、ちょっともう一回このおっとラッキー、まあ一気も失わずに行くっていうコンセプトだからね、あの残機アップ拾ったところでどうなのよって感じなんだけど、よいしょ、まあ楽しみですよね。あー、くらっちった。ここ抜けたらもうボスだから。で、ここのボス結構もう、しぶといんで、しぶといっていうか、攻撃がね、攻撃の嵐だから、いい感持ってるんで、やばかったら使えますね、これ、ここね。なるべくだったらかわしてかわして、いい感使わずにね、そう、この床が動くから、こいつの攻撃自体はかわせないこともないんだけど、あ、やばい、くそー、まずいか、使いましょう。うわー、もう使わなくてもいけるかなと思ったけど、初めのね、序盤のあの攻撃かわせてたうちはね、使わなくてもいけるかなと思ったけど、やっぱこの床が動いてからちょっとね、あー、もう全然当たらん、全然当たらんぞ。よし、あともう少し。押し切れ、押し切れ、押し切れ、押し切れ。あー、苦労した。ほんと下手くそだな、この辺、僕、ほんと。よーし、まあいいや。はい、来たね、メタルブレード。これさえあれば、だいぶ楽に進めるんじゃないかなって気してますけどね。じゃあもう一回いい感取りに行きます。ここ本当はバブルマン行きたいところなんだけど、
そこでいい感取っておきましょう。1個使っちゃったから、いざという時のためにね。もう早速どんどん使っていく。 OK、 よっしゃ、いいっすね。これさえあればって感じ。よっしゃ、音楽がね、もうほんと素晴らしい。よいしょ、これボス戦でも使いたいんだよな。ここは強行突破しますね。ダメージ確保の強行突破、ここはね。で、右、あっと危ねえ、危ない危ない危ない。右、右行って、ここはダメージ、ここもね強行突破して、で、大回復アイテムがあったはず。よし、こいつはメタルブレード効かないんで、もうロックバスターで、現段階ではロックバスターで行くしかない。よし、よいしょ。で、ここですよ。ここ落ちたらいい感取れなくなっちゃうんで、ちょっと安全に行きたいんですけど、あっと危ね、滑る滑る滑るから、ジャンプ確実にね。よいしょ、上手い人はここね、もうほんと、あ、うーわ、やっちゃったぜ、おい、滑った。上手い人はもうポン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 いけるんですけど、あそこくそ、いいかん、諦める諦めるしかないな。うわー、もうここのいいかん、ほんとね、計算に入れてたのよ。まあこういうアクシデントもありですよ。よし、まあでももうしょうがない、行くしかない。よし、こいつはもうゴリ押し、本当にゴリ押し。よし、オッケー、よし、2人目撃破ですね。まあ8分、開始8分ぐらいかで撃破できました。タイムストッパー、あんま出番ないですけどね、タイムストッパー。うん。まあ、使うところでは使うんですけど。エクタライトからのメッセージ。はい、3号ね。よし。だから、ちょっと不安があるのは空中戦のエアーマンとか、あの、火の海のヒートマン、あの辺がちょっと不安。そこさえ乗り越えられれば、まあ、クイックマンの即死ゾーンもちょっと怖いんだけど。まあ、そんなこと言っちゃったらもうどこもかしこも怖いって感じになっちゃうね。まあそれでもなんとか、よいしょ、行くぜ。よいしょよいしょ、もうここは出し惜しみなくね使っていこう、武器ね。この端っこにね転がった武器とかもちょっと気をつけてね行かないと。音楽が素晴らしいのよ、ほんと。よいしょ。はい。やっぱ目がチカチカしてくるんですよね、この滝というか。ほんと、もうおじさんだわ。よいし、ここ気をつけないとな。空中戦。よいしょ、よいしょ、よいしょっと、OK。ここのステージは、まあ、この辺と、あとは、あの、針の山っていうか、針のね、一発、KO ゾーンがあるから、ここ気をつけないといけないけど。やばい、ちょっとライフ減らしすぎた。 E 感ないから気をつけないといけませんよね。 E 感があるんだったらゴリ押しでいけるんだけど、まあ、この辺、この辺でちょっと回復できるぞ。オッケー、よし、さあどんどん行こうか。ここはねちょっと A ボタンの押す感覚っていうか気をつけないといけないんで。よいしょ、またねちょっと進みたい時に回復アイテムが落
落ちてきたりだとか、よいしょっと、オッケー、きた、回復アイテム、これはいいな。エネルギー回復欲しくなってきたよね、そろそろ。あー効かない、やばい効かない、よいしょ、エネルギー回復欲しいな。ちょっと使いすぎた、おーっと、ちょっと使いすぎたな、やばい、乱発はまずいぞ。きた、大回復、ちょっとここで稼げるな、稼げるけど、エネルギー回復が、エネルギー回復が欲しいのよね。やばい、ちょっとこれボス戦に備えてさ、これ残しとかなきゃまずくねえか。ちょっと大回復はいらないのよな、大回復はいらないのよな、エネルギー回復が欲しい、エネルギー回復、エネルギー回復くれ。こんな時に出てこない、出てこい出てこい、エネルギー回復、少しでも少しでも回復しといて、ちょっとここ時間使いますね、ごめんなさい、ちょっと時間使います。確実にちょっと来た、まあだいぶいいと思うけど、もうちょっと小さいの2、3個取ってから行っていいですかね。1個でもいいか。そう、こういう時本当ね、ライフが満タンな時はこのライフ回復がね転がってくるんですけど、いいかね、もういいか、行くかい、よいしょ、おっと危ねえ、あれに当たってね殺されちゃうんで、はいどうも、よいしょ、はい、ここまで来ましたね、こいつももうゴリ押しです、ジャンプとかは一切しない、おらおらおら、どんどん撃ってけどんどん撃ってけ、はい、オッケー、よし、まあここまで回復させる必要もなかったと言われればそれまでなんですけど、まあ安全にね、確実に倒せる位置まで持っていくっていうバブルリードを装備します。よっしゃー、次はエアーマン、エアーマンで2号取ってからね、ヒートマンいきます。あそこ消えるブロック、あそこちょっと2号なしで僕いける自信ないんで、よし行きましょう。 A ボタン、前々から言ってますけど A ボタンがちょっと怪しげなんで、これ不安なんですよね。メタルブレード使っとくか、よいしょ、まあここはまだいいけど、ここはまだいいけどもよ、よし、まあ滑る床じゃないから、でもやっぱあの空中戦、ここ空中戦多いからそこ不安なのよな、こういうところですよ、足場のね狭いところ、敵に当たったら吹っ飛ばされるのがロックマンなんで、ちょっとねこの足場の狭いところで敵に当たっちゃったりしたら一気にね下に真っ逆さまって感じになっちゃうんで、あー危ねっ、危ねえ、今のも危なかった、上手い人はこういうとこほんとテンポよくいけるんだろうけど、僕はね確実にちょっと来た、確実に行きたいのよ、よいしょ、キントーン確かだよね、よいしょっと、でここで隠されんのよな、これがすごく嫌で、あやべ、タイミング間違った、タイミングを間違った、もう一回、あうーわ、ここで終わっ
った A ボタンの効きが悪かった。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。くっそ悔しい。あー、懸念してたことがね出ちゃいましたね。まあコントローラーの選手もしょうがないんでとりあえず今回ここまでで、またね機会あったらこのチャレンジ企画やってみたいと思います。完全に僕の暇つぶし動画なんですけどね。次の目標はじゃあこの同じ順番でこうやってってエアーマンをね超えることができるようにやね頑張ってみたいなと思います。ちょっとショックすぎてこんなやられ方っていうかショックすぎてちょっと言葉が出てこないんですけど、はい、今回のチャレンジはここまでということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。